このままこの星から脱出できると思ったよ。女を引き渡せ。女を引き渡せ。そう簡単には出させてくれないか。ダメだ、落ちる。大丈夫か、うん、そうだ、状況は？ひどくやられてるな。これだとそう長くは持たないな。しかもセキュリティロックまで働いてやがる。侵入者がいるのか。ともかくここはもう危険だ。早くこの船から脱出しよう。部屋にいる敵を排除していけばロックが解除できるはずだ。Thank you.
このロックを外せば外に出れるはずだ。なんでこいつが動き出すんだ。なんとか無事みたいだな。そうだ、カチは？カチ！カチ！お前、大丈夫なのか？何よ。ここは。どうやら地下都市のようだな。飛ばされてしまったらしい。おお、生きていたか。その女を引き渡せ。今なら貴様の命令違反にも目をつぶろう。逃げることなどできんぞ、決してな。さあ、女を引き渡せ。わかった。それで、賢明な選択だ。皮をかぶった化け物めが。くらえ！チッ、逃がしたか。まあよい、どのみち袋のネズミだ。やつは何者なの？追ってだ、ハジ。君を狙ってる。これからどうするの？まずはここから脱出だな。すぐに奴らに追ってくるぞ。ハジ、君が集まれ。
少しは時間が稼げるはずだ。逃げられないと言ったはずだ。
システムが生きてるんだ。奴らが再起動したのか。ここから脱出できないか、少し調べてみる。ねえ、さっき倒した怪物も、あいつらの仲間なの？怪物？ああ、違う。あれはキーパーズだ。この星は大昔に文明が進みすぎて捨てられた惑星なのさ。そして傷んだ星を修復するために作られた人造生命体がキーパーズだ。まあこの星にとって俺たちは外からやってきた異物だからな。キーパーズは俺たちを外敵とみなして攻撃してくるんだろう。よし、うまくいけばこの星から脱出できるかもしれないぞ。